ケイさんハワイで捕まるわけですけど、アメリカの刑務所で無事入ったことないじゃないですか。普通だったら僕だったら怖いとか、ちょっと捕まるのに慣れてたんで何年かかるか分かんないけど、そこでどうやって楽しく過ごそうか。最初の5年はすごいきつかったんですよ。みんな希望を持ってそこにいるんだけど、結局25年とか終身刑って言われると自殺をする人が多い。想像を絶するようなに殺されてもおかしくないとか、タイプ持ってその寝てるやつの頭ぐちゃぐちゃに刺したりとか。